およそ7万9000人が暮らす室蘭市。かつて18万人を超えた人口はこの50年で半分以下になりました。今、室蘭市とその隣の登別市で空き家が問題になっています。登別市のショッピングセンターであるイベントが開かれました。空き家ってどのくらいあると思います？テーマは町づくりと空き家対策。地元の不動産会社山地不動産企画が家のお手伝いという窓口を設けて、この1年空き家対策に力を入れてきました。窓口では司法書士などと連携して、客のニーズに合わせた売却の仲介や賃貸の提案、また解体の相談に応じています。売却相談が一番多いんですけれど、はい、その中でも、まあ、ちょっと気になったのが、所有者さんが今現在こちらに住んでいない、はい、そういうご相談が割とあるかなっていう、まあ、人口減少が、まあ、影響しているのかなと思われます。登別市でも町のあちこちに空き家が目立つようになってきています。売りに出されている物件もありますが、そのままの状態で売れるケースは少ないと言います。 JR 幌別駅近くの市街地、いわば一等地とされる区画にも長年放置されたままの住宅が。空き家は街の雰囲気にマイナスになるだけでなく、倒壊などの危険もあります。今現在でも、もう空き家の問題っていうのはかなり全国でも目に見て、やっぱりなんかこう雰囲気変わったなとかっていう状況になってますけども、またもう2000あの日本もですね、2008年からも人口減少社会に突入してます。で、特にまあ減少率で見たら地方都市の方が著しいわけなんですけども、2030年あたりにはですね、日本の人口が約1000万人減少するっていうような推計も出ておりますので、地方都市を中心にですね、人口減少がまた今後進んでいくと、空き家がさらに増えてくるっていった問題っていうのは当然、直面することになるかと思います。この10年でですね、室蘭登別で分かりやすく言えば1万8000人減ってると。空き家の数が、これからますます増えていくと、人口減少に伴い、なおかつ、U ターンする人がいなくなり、お年を召して施設に入りという中で、うちは管理をしたり賃貸の仲介をしたり売買というような形で、サポートできると。ぜひそういう空き家と、真剣に取り組んでいきたいっていうふうに思ってます。深刻化する空き家問題に向き合う地元企業の取り組みを紹介します。山地不動産企画は創業から34年、もともと地元の登別で不動産業を営んでいました。2004年に城口アトムとフランチャイズ契約を結びました。社員はおよそ50人、登別市、室蘭市、苫小牧市をカバーしています。室蘭市陣屋町の住宅、新築のようにも見えますが、実は空き家になりかけていた住宅をリフォームした物件です。和室だった部屋を取り壊し、リビングを大きくして今の住宅のトレンドに合わせました。キッチンやバスも一新しました。フロアも張り替え、2階建て 3LDK の物件に生まれ変わりました。相続された娘さんの方からご相談いただきまして、弊社で買い取っていただけないかということで買い取りをさせていただきました。そのまんま、売りに出すということはなかなか難しいので、キッチンもそうですし、あとお風呂、シャンプードレッサー、あとボイラーとかですね、そういったものも全部交換してですね、安心して
ご購入いただけるようにというのは心がけながら販売活動をさせていただいています。例えば貸した方がいいんだろうかとか、売った方がいいんだろうかとか、まずそこからご相談入ることも多くありますね。でその方のニーズに合わせて、じゃあこういうところは貸した方がいいですよとか、これは売った方がいいですよとか、まあ、そういう、なんていうんですかね、お答えはさせていただいてますね。まあ、賃貸、まあ、人に貸したりっていうですね、借りたりっていう部門と、あと管理、それを管理していく部門と、あとそれを売却していく部門ですね、っていうのを、まあ、全てのニーズにご対応できるように、お仕事はさせていただいているかなと思っています。山地不動産企画の社員が操作しているのは360度ぐるりと撮影できるカメラです。売却する予定の物件などを撮影し、インターネットでも確認できるようにしています。ゆくゆくは空き家についてもデータベースを作り、再活用を目指すといいます。登別市内の中心部、かつて空き家が密集していました。その地区を山地不動産企画が新築物件に、いわば再開発です。2018年の北海道の統計では、総住宅数280万余りのうち1割以上にあたる39万戸が居住世帯のない住宅です。山地不動産企画によると、室蘭市では2500戸近く、登別市でも500戸近い空き家があるといいます。空き家といっても事情は様々です。今も人が住んでいるかのようなこちらの住宅、ソファーや食器も残されたまま。最近増えているのが、いらないものをそのままにして家ごと売却したいという相談です。こちらはですね、息子さんとか娘さんの、まあ、遠方にいらっしゃるんですけれども、近くに引っ越しされたいという方で、まあ、当社に買い取ってほしいというご相談をいただきました。所有者様がご高齢でですね、こういう残地物の処分ですとか、まあ、片付けっていうのが非常に大変であるというご相談を多くいただくんですけれども、まあ、それであれば当社の方で処分、いらないものは処分しますので、まあ、引っ越し先に必要なものだけ持っていっていただいて、あといらないものはそのまま残していただいて、当社の方で、処分させていただきますという方法で買い取らせていただいた物件になります。空にした状態で、リフォームさせていただいて、まあ、売りに出すのか、それとも貸しに出すのかっていうのはまだ決めてないんですけれども、これからそれを決めていこうかなという段階のものですね。人口減少、そして高齢化、空き家は地方都市が置かれている状況をそのまま映し出しているようにも見えてきます。地元の中小の不動産業者っていうところが意外とポイントになってくるかと思うんですけども、空き家としてはその見てくれが悪い景観上の問題だとか治安上の問題だ、いろいろありますけども、そのコミュニティの崩壊につながりかねないその空き家の増加っていうところを、不動産業者が介入することによって、まあ、リノベーションを起こしていくだとか、新たなその新規住民をが入ってくるを促すだとか、新陳代謝をですね、うまく進めていくっていうことができれば、これはもう地域にとっても住民にとってもいいことだというふうに思います。山地社長にはもう一つ今取り組もうとしていることがありました。室蘭市内の小さな公園、実は山地不動産企画が室蘭市からネーミングライツの権利を買った公園です。この日は春の清掃活動、自分の会社の名前がついた公園とあって、社員も自然と力が入ります。行政だけではなかなか行き届かない部分が、ネーミングライツという仕組みにより地域に小さな潤いをもたらしています。いや、大社助かるよね。いや、この辺の子供らにしては助かると思うよ。ペンキもサビサビだったんですよね。それが全部色直ってて、すごい見違えるような、安全面でもこう見た目でもすごい見違えるような公園になりました。地域の子供たちにたくさん遊んでもらえたらいいなって思います。私の甥っ子も結構この公園利用してまして、やっぱり木の枝とかゴミとか
っぱりないと子どもも気持ちよく遊べるので、それに参加させていただけることはもうとても嬉しいです。今までこのうちの企業が優良企業として何年も本当にいられるのはこの町の人方のおかげという、この町で仕事させていただき、この町に恩返ししたいというような気持ちでやっております。住みよく活気あふれる町を作るために、山地社長が案内してくれたのは室蘭市のかつての中心部、小さな坂のふもとにある建物です。明治時代に建てられたとみられ、長年空き家になっています。まあ、北海道でも、明治からもう150年ちょっと経ちましたけど、まあ、100年以上経ってる建物でそういう、カフェとか、まあ、雑貨屋さんでも何でもいいですから、なんとか再生できないかなっていうところをちょこっと興味を持って見てたんですけども、僕は絶対にこれは壊さないで、再生できるかなと、まちづくり再生プロジェクトの、まあ、典型的な例にしたいなというふうにして、夢ですけどもちょっと思ってます。山地不動産企画が目指すのは、空き家を魅力ある建物として再生し、若者らが集まるコミュニティを作ること。北海道の多くの地域であらわになってきた空き家問題、その解決には新しいアプローチが必要なのかもしれません。